今回はちょっと分かりやすいんですね。はい、どうもシンガーソングライター系 VTuber 元住吉奈々です。ですね、そうそう、なんか最近さあればっかりで質問に答えてばっかりだったんで、名曲アナリーゼ今週もやりたいと思います。今日の取り上げる曲は僕の心を作ってよっていう曲ですね。この曲何の曲かっていうと、ドラえもんのび太の南極カチカチ大冒険の主題歌らしいです。平井堅の41枚目のシングルなんだって。いっぱい出してるよね、あの人も。名曲アナリーゼはですね、名曲でわかるコード進行の秘密っていう本に書いてある曲を、まあとにかく見ていこうっていう話ですね。で、まあこの曲歌詞は、なんだろうって言った時に、まあこの君と僕っていうのがドラえもんとのび太の関係だよねって、のび太視点で僕の心を作ってよっていうのは君がいるから成長ができる、ドラえもんがいるから成長できるんだっていうことなんじゃないのかな。うん、だちょっと振り返ってる系なんだよね。うん、大人になったのび太が当時のことを振り返ってるようにも感じられる、そんな歌詞かな。はい、空っていうのがこうキーワードとして出てきて、ちょっと BG 撮ろうか。いつもここじゃない気がして、遠い空に憧れてた、まっすぐなっていう、空が遠い空に憧れてたっていうのと、他にね、他の空を選んでも、たとえ君がここじゃない気がして、他の空を選んでもかなっていう歌詞が出てきたりして、空っていうのがまあキーワードとして出てくるんですけど、まあこれもおそらくはドラえもんのイメージなんですかね。だからドラえもんの万能さみたいなもの、ドラえもんそのものっていうよりもドラえもんの機能だよね。だから他の空を選ぶっていうのはドラえもんとのこう時間でない時間を選ぶみたいな話のメタファーとして機能してるっていう感じですね。ちょっとその辺は詩的な感じかな。はい、まあなんだけど、まあドラえもんとのび太だっていうことにこうを直接的に言わないっていうのがまあ詩的だよねはい、そんな感じね。この曲ポイント、音楽的なポイントはですね、 A メロと B、 あのサビがですねほぼほぼ同じコード進行、さっきのとこがさ、こういうやつとサビがさ、なんかわかりますねえ君のずるさ探してよ、ねえ僕のためさ笑ってよ、これからもこの先も僕の心を作ってよ、ねえだだ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 だ、君のずるさを探してよね。どこが違うかっていうと、2番目のコードね、これか
番違うだけなの。悲しくなるのか、なななななな、ね、ね、ね、たたたた、ごめんなさい、なな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 なってこう、何、メジャーになるっていうところですね。これ音楽理論的に言うとですね、サブドミナントマイナーというもので、このあ。キーボード出した方がいいかな。ずっとキーボードなしで話してましたけど。キーが D なんで、レから始まる。こうなんですけど、この4番目のコードをサブドミナントって言うんですね。1,2,3,4 これC のキーだからこのコード、 D のキーなので G のコード、これがサブドミナントです。でこのサブドミナントがこうマイナーになるっていうのは、要はね、 D マイナーの D のメジャーじゃなくてマイナーな方、悲しくすると悲しくした方の調にある、なんだろう、二長調から二短調になるんですね。音楽用語で言うとデルアからデモルのコードですね。 D メジャーから D マイナーのコード、この D マイナー上にあるサブドミナントのコード、 G のコードは G マイナーなので、これをね、突然引っ張ってくるっていうのがこのサブドミナントマイナー、同主調変換とかそんなようなことも言いますね。モータルインターチェンジとかっていう名前でもいっぱい名前があるんですけど、とにかくね、この4番目のコードがマイナーになるっていう、ここの違いだけなんですよ。これを選択してるってのが面白いですよね。これとこっちは素直だもんね、サビの方がね。で A メロの方がまあちょっと切ない感じになると。なんかさ、サブドミナントマイナーにして終わるみたいな、よくあるんだけど、この普通の1,4,7,7,3,6 っていうコード進行って、前なんていうの、4度ずつ上がってく進行でしょ。 1,2,3,4 レからレミファソーソに行って、ソからソラシドに行って、ドからドレミファに行って、からファソラシってこう全部4つずつ上の、4つずつっていうのかな、4度って音楽用語で4度って言うんだけど、4つずつ上のコードにこう移動していくっていう、この動きってすごく強い動きなんですよ。なんだろうな、一番有名な曲はオータムリーブスとか、今弾けなくなってる。いや、まあ、何このさ、なんか一個間違えてるね。一個と間違えてると思うんですけど、まあこんなようなやつ。でもこれも非常に分かりやすい動きでね、4つずつ動いていくっていうのが分かりやすいんだけど、このすごい基本的な4度上行のね、進行の中にサークルオブフィフォースを
回っていくね、よど乗降していくの動きの中にこの突然サブドミナントが入ったり入らなくなったりするっていうのがまあポイントですかね、この曲のね。そして A メロがちょっとなんかサビよりはちょっと切ない、そんな感じになっていますっていう感じでした。というわけで次回はなんかね、アイディアっていう曲らしいです星野源さんですね、また。はい、半分青いの主題歌なんだって。まこれから聴きます、知らない曲なんでうんじゃ、またね、バイバーイ。